東京モーターショー2009にてロータスは XCG ステルスを展示しました。マテブラックカーボンファイバー仕上げからステルスの名が付けられました。こちらは参考出品という形になりまして、特徴といたしましてはこちらの外装色、マットブラックの外装色が非常に特徴的となっております。またカーボンパーツを多数使いまして、こちらの方車重の方がベースモデルに比べまして10キロ軽量となっております。またエンジンに関しましても通常モデルに対しまして20馬力のパワーアップの方がされております。スーパーチャージャーにインタークーラーを搭載したエンジンでは 8000rpm で最大出力257馬力、 6000rpm で174lb-ft のトルクが実現します。発進コントロールも特徴で、スタンディングスタート、可変スリップトラクション制御、オーディンズ製 2way アジャスタブルダンパーのパフォーマンスを最適化させています。昨日10月21日をもって情報の方が解禁となりましたワールドプレミアのお車となります。世界限定では35台という形になります。時速 100km まで 4.1 秒で到達し、 CO2 排出レベルは 1km 199g です。 Digging for News